武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は京都産業大学の化学の勉強について話していきたいと思います。化学は時間80分で大問3題出題されております。で、大問3題で、計算過程なり、論述、する問題なども、よく出されています。で、問題の難易度としては基礎的標準的、主に基礎がメインですねの問題が中心なので、リードライトノートやセミナーなど一般的な問題集1冊しっかり仕上げておけば十分対応できるかとは思います。ただ論述が50字程度なり、2、30字程度のものが数題年度によっては出てくるような形となっていますので、ここが全く書けないというようであれば、記述の練習はしておいた方がいいかと思います。で、計算過程も、出せということが出てくるもので、計算問題で、もですね、ゼロから始める化学計算などで補強しておくといいでしょう。基本的には全分野の基礎の完成度がちゃんと上がっていれば全然対応できる難易度、ではあります。ただその問題集なので答えは出せるけど、なんでそうなったのかよくわかんないなみたいなこと、要は暗記で乗り切ってるような部分がないようにですね、ちゃんと理解して解けるってことを意識して学習を進めるように心がけてください。以上が科学の勉強となります。